ジュリーちゃん、ご飯食べた。あ、信号買ってきてね、コンビニのご飯食べました。焼きおにぎりとか、あとはサラダ。あ、サラダうまかったよ。シーザーサラダ。あとはね、なんだっけ、きゅうりの漬物。ね、めった買ってくる、いろんなもん。きゅうりの漬物買ってこうなんて私言ってねえんだけど。ね、あの子またどっかへ出かけたで、車に乗って。ね、いい加減だから。あら、虫がいた。本当だ。は、羽ありだ。困ったね。困った。ここに見つかった。ねえ、そっちさ、この羽あり打ちあるわけいかね。ダメか。ダメか。あ、困った。これ、捨ててくんね。ダメか。立つんがよじゃねえか。ダメ？羽あり。これ。ここ。ダメかい。これ。困ったな。ちょっと待ってね。確かにいたよ。ちょっと待って。玉が減ってくんじゃない？ついでに。これ、こっち来て。ここ、こら。ここにいる。これ、この黒いの。ちょっとくるむから、ここにおっぷれば、玉が減るんじゃない。生きてるからね、殺さないでね。あ、ヨンポちゃん、世の中、ベーシックインカムなれば、良いですけど、ってね。ああ、ほんとね。いろんな人いるからね、世の中ね。クズがいっぱいいるからさ、どうしようもないよ。常識ない人間がね。そうだね。ほんとそう思うよ、私。ありがとうね、皆さん。ほんとにね、あれだよ。すごいよ、あの子。クーラーね、18度だよ。だからこっちの部屋来てさ、あち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 ってね、風が十分出てるのに、あちって言うんだよね。あの子18度だよ。すごいよ、クーラー。ね、今いないからいいよ、向こう。消えてるから。ね、帰っていない方がいいかもね。今日帰ってこない方が。ああ、クーラー代が助かるわ。18度で一晩中つけられちゃかなわないよ。そうでしょ。ひろみフライさん。信号、無駄遣いしやすぎやなって。そうだよ。すごいよ、物でカチャカチャカチャ買ってきてさ。ねえ、すごいね。ほんで肝心なことできないからね。何もね。今日はさ、クーラーの取り付けの、見に来たんだよね、取り付ける人がね。暑いからね、なんかペットボトル、なんか冷蔵庫のやれって言っといたのよ。おいしたらさ、忘れただよ。それも忘れた。ね。あんだけ出かけて、まだ県民税払ってね。ね、呆れるよ、親として。呆れます。ね。だから言ったのよ、私が。そんだけ払えないんだったら、私が金出してもいいよって。毎日毎日言うだけ疲れちゃうよ。私くたびれちゃうよ。払った払ったって年中聞いて、領収書持ってこーっても持ってこない。もうそういうだけで頭疲れる。ね。私役場の人に電話して、取り来てもらって自分のお金払った方が気持ちが安らぐ。ああ、これで終わったーってね。
今度は9月だってね、もう言ってるだけでもう精神が参ります。私は何でもきちんとやらないと嫌なんです。人生いい加減なの大嫌い。うん、だって払えばね忘れられるでしょ、もうそのことね。そうですよね、人間ね。私が払ってもいいよ、別に役場の人に取り来てもらって。だってこんだけ出かけててさ、県民でずっと言ってるよ、私もう疲れるよね。また今日あれでしょ、お昼昼間食い行って、また夕方食い行ったでしょ。その前私のものをセブンイレブン行って買ってきてるよね。もう3回ぐらい出かけてるよ今日。ほいで県民税払ってないんだよ、忘れたって。私疲れるよ、もうそんなに頭使いたくない。うん、自分のね使うお金を減らしても私は払っちゃいます。もう神経疲れます。私疲れちゃうよね。ああ、信号のためにもう一度家から追い出すのもありかも。そうだよね、うん、ちょっとね、うん、考えられないよ、うん、水風呂にでも使ってればいいのにねって。そうだよね、うん、シャワー出しっぱれだよ、30分入ってればね、うん、おいでね汚い野郎だよあれも、うん、自分で洗った髪の毛片付けないかんね。山盛りになってたまることあるよ。普通の人間じゃないよどう見たってね、うん、玲子さん前期か良いだってね、あ女1位になったってね、ありがとうありがとう、うん、なんかたまちゃん泣いてるんだけどどうしたん。外行きたいってこと、うん、ああ大変だね、うん、あら泣いてるってね。でもおじいさんが出してくれるから、いるから。母言ってるかな、どうしたん、かわいそうだな、寒いんじゃない。慎吾が強くするからよ、クーラー。弱くしたよ、28度だよ。慎吾すごいから、来ると20、あれ4度ぐらいするで。ここまで泣いてるってくれ。はい、まあおじいがいるから出したり入れたりしてくれるから、そういう点はいいよ。れいこさん、佐賀、佐賀31だって、2位のまゆちゃん始まったって、そうなん、ああ、始まるでしょうね。ありがとうございます。ありがとうね。うん、こちら、何南なあちゃん、まだまだ暑くなるよって。そうだね、きのこたけのこまゆちゃんかわいいですねって。かわいいでしょ、整形あちこちしてればね、うん、よっぽどね自分にね自分を磨きたいんだね。ああ整形すごいもんね、あの人ね。お金もったいないよね、そんなに自分に金かけてね、親がかわいそうだよ。うん。